キリストイエス様、今日の礼拝をありがとうございます。作られたすべてのものがこの礼拝に呼ばれ、あなたを褒めたたえています。天と地が一つになって捧げる霊と誠の礼拝をが来たことを心から感謝します。御座から流れる一つの川がある。それは今アレルヤに守られて、この地にとうとうと流れてきています。こんな時が来たことを、あなたが待っておられるこの時が来たことを、本当にありがとうございます。新しい礼拝の時、どうかあなたが私たち呼ばれた一人一人にあなたの願いを託し、あなたの願いに生きるものとしてくださいますように。この礼拝を通してあなたの願いが
癒しがなりますように、主の御名によって祈ります。アーメン。私のうちは古くからクリスチャンの家系で、親族みんなクリスチャンです。だから小さい頃から教会に行くのは当たり前でした。そんな私ですが、結婚して家庭を持つと、この幸せが突然の事故や病気で失われてしまうと思うと、不安で不安で、キリスト教にはない先祖供養とかお祓いとかいうものに惹かれるようになりました。どんどんお札やお守りがたまっていき、流しの下に隠していたんですけれども、それも限界になりました。もうやめよう、イエス様に戻ろう、そう思うんですが、それができないんです。そんなのすぐに戻れると私も思っていましたが、たたりや呪いといった霊の世界にはまってしまって、そして人間関係でも気がつくとがんじがらめでした。その頃よく夢でスローモーションで井戸から落ちる夢を見ていました。ああ、もう私はここから出られない、誰のせいでもない、恨むなら自分を恨もう、そういうところにいました。そんな時、クリスチャンの友達がすごい人に会ったと言って、美津子さんの集会に私を連れて行ってくれたんです。初めて美津子さんの前に立った時、あら、あなたの足元から何かがさーっと逃げていったわ。そしてあのね、霊の世界っていうのはあるかもしれないけれども、このキリストの血潮の力と権威ほど力のあるものはないのよ。あなたはキリストに帰りたいの？その一言でいいのよ。もう何も恐れることはないわ。その一言で私に絡んでいた縄がパーンと弾け飛びました。こうして私はただただ許されて許されて、イエス様のもとに戻ってこれたんです。救われるというのはこういうことだと思いました。心が清いとか清くないとか、そんなんじゃなかった。一方的な許しでしかありえなかった、そう分かりました。これを機に私はそれまでの教会から離れて、子羊の群れの集会に行くようになり、自分でも集会を持ち、この救いをたくさんの人に、それこそ枠の外にいる人に知らせたいと思うようになりました。一番に知らせたいのは夫でした。でも夫は何を言っても通じませんでした。夫は大分で、夫の父と二人で産婦人科クリニックをしていました。とっても忙しい人でした。そして夫の両親もとっても難しい人でした。私はそこの若奥さんとして、父と母の思い通りに動こうと、いつもいつもピリ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 していました。そんな私だったので、友達は誰もいませんでした。一人になって、何でもかんでもイエス様に話す、イエス様に聞いてもらう、そんなひとときが、私にとって、ああ、私は私を生きているって思える瞬間でした。そんな生活が何年も続いているうちに、私は人と話すと私の顔の半分が痙攣するようになりました。
それが日に日にひどくなって、人と5分も話すとその痙攣が止まらなくなるんです。顔で笑って心で泣いていたその顔がもう壊れ始めていました。病院に行くとストレスですと言われました。でもですね、ストレスといったところで、ここに生きている限り亡くなるストレスではありません。鏡の前でお前も無理してるんだね、ボロボロなんだね、そう言ってあげるのがせいぜいでした。その頃、恋の女という賛美が新しくできてきました。その後にいろんな賛美ができてきたので、恋の女は私の前、目の前をスッと通り過ぎていきました。この女は聖書では罪ある一人の女として出てきます。イエス様に救われて、自分の一番大事だった行為の壺をイエス様のところに持ってきて、目の前で割って、その中の香油でイエス様を拭いたという話です。私はこの行為の女に会いたいと思いました。会ってじっくり話がしたい。何があったのか、そしてイエス様と何を話したのか、またどうしてそこまでできたのか、それこそリトリートの同室になって一晩じっくり話を聞きたいと思いました。今から恋の女の賛美を賛美隊にしてもらいます。皆さんはそれを聞きながら、しばらくそれを瞑想してみてください。ベタニアのシモンの家の光景です。さて、イエスがベタニアで大病のシモンの家におられた。一人の女が高価な香油が入れてある石膏の壺を持ってきて、イエスに近寄り食事の席についておられた。イエスの旗私の小麦のように
私の瞑想はこうです。人に侮られてまともに扱われたことはなかった私が初めて知った、あの方は私をちゃんと見てくれた、助けてくれた、こんなが愛があるなんて嬉しかった。何か私にできることはないかしら、そう思ったけど家には何にもなかった。この香油の壺しかなかった。これを差し上げよう、きっと喜ばれる。でもこれをあげたら私には何もなくなる、そうも思った。今日も行けなかった、今日も行けなかった。そう思っているうちにイエス様はもうよその町に行かれるかもしれない、そう思ったら今日しかない、そう思って壺を抱いたまま家を女は飛び出します。イエス様のおられる家の戸口をまたぎ、たくさんの人の中に隠れるように座る。ああ、あの方がおられる。壺を抱いたまま、女はこうも思った。今ならやめられる。このまま帰っても誰もわからない。今ならやめられる。でもイエス様の声を聞いた途端、この女は走り出してイエス様の前に行って氷の壺を思いっきり割った。そして泣きながらイエス様の体をその油で拭いた。恐れも迷いもこの壺と一緒に割れた。私はこの女をどうして壺を割ったのかってずっと思っていました。使うだけ使ってあと持って帰ればいいのに、床にこぼれた香油はもったいないなって思っていました。でも今ならこの女の気持ちがわかるような気がします。割らなければ捧げられないものがある。私の顔にもひびが入って、この仮面のような顔を思いっきり割りたいなと思いました。その頃、地区スタッフの募集があって、そうだ。これに行こうと思いました。1ヶ月本部に行く、それだけで胸が高鳴りました。しかし主婦が1ヶ月も家に空けるなんて、特にその時の私にはとても考えられませんでした。行きますと本部には行ったものの、家族には半年も言えませんでした。ギリギリになって父の前に行って、来月神戸に1ヶ月勉強にの教会に勉強に行かせてくださいと言いました。ダメと言われたら一生に一回のお願いですと言って何でもするつもりでした。すると父は、お前が普通の顔でそれを言うなら、わしはただのわがままだと思う。でも、その顔を見ていたら、お前がどんな気持ちで毎日過ごしているからわかるから、いいから行ってこいって言ってくれたんです。すごいと思いませんか？この痙攣が
なかったらいけなかった。痙攣があったからこそいけた。痙攣が私の味方になって私を後押ししてくれたんです。痙攣にありがとうです。さて次は母のところに行きました。実はこっちの方が気が重たかったです。母はこう言いました。なぜ今行くの？もう少し落ち着いてからでいいじゃない。子供も小さいでしょ。病院だって今が一番大事な時じゃない。なぜ今行かないといけないの？その通りです。弟子たちも言いました。どうしてそんな無駄遣いをするんだ。その香油を売って貧しい人たちに分け与えればいいじゃないかって。そう言う通りです。何も間違っていない。張り詰めた空気の中で私はすみませんとしか言えませんでした。母はじゃあ行くまであと 数日しかないんだから明日から留守のことをちゃんと段取りをつけて おかないとダメよと言ってくれました。お母様明日からリトリートというところに行かせてもらいます。もうめちゃくちゃですよね。本当に呆れた嫁だって思うのが当たり前です。私はどうせ怒られるなら同じだと思ったんです。私は何一つ褒められるところがない。でも私には褒めたたえるべき方がおられる。その方が私と共におられる。主は褒むべきかな、主は褒むべきかな。この賛美が私は心の中で何回も何回も繰り返しました。私と母とその近くにこの賛美が喜んでるだけでいいんだよ、まるでそう言ってくれてるようにそばに感じました。ここでこの主は褒むべきかなをご一緒に賛美したいと思います。主は褒むべきかな、主は褒むべきかな、主は褒むべきかな、
私はますます夫にこの神様の喜びを伝えたいと思うようになりました。しかし言えば言うほど喧嘩になりました。そんな夫が洗礼を受けたんです。2003年宮崎リトリート半日リトリートがあった時です。宮崎は私のふるさとです。母がいるんです。そこでみんなで里帰りして、朝私は早めに出かけて夫に母を会場に連れてくるように頼みました。夫はとっても機嫌が悪くて、玄関口で俺の一番嫌がることをする、俺は送っていっても外で待っとくぞ、そう言って送り出されました。さて夫が母を連れて来た途端に、夫が出ようとしてその手前でドアが閉まってしまいました。賛美が始まって一瞬で空気が変わりました。夫は母と隣で礼拝を受けていたんです。私は夫と目を合わせないようにしました。礼拝が終わって洗礼の祈られる、夫はピーター先生に祈られる時が来ました。祈られた途端に夫の目から滝のように涙がポロ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 流れるんです。夫はもうこらえようこらえようとしているのに、涙の方が勝手に流れていく。そのまま洗礼になりました。何が起きたのか。でもこの涙は本物でした。理性のブレーキも効かず、感情でもない、心の深いところから込み上げてくる涙でした。この時の夫はこんな感じでしょうか。写真見てください。これは私が描いた挿絵で、トマスが復活のイエス様に出会った場面です。人とは本当に不思議です。自分の中に自分でも気がつかない本当の自分がいる。どんな人でも心の深いところに神の愛に涙する自分がいます。ただ多くの人はそれに気がついていない。夫もその一人でした。それでも、いや、それだからこそ御霊の力がいるんです。御霊の助けが必要なんです。それが目に見えるように、手で触るように確かに現れてきたのが天の賛美です。この日の賛美は一つの群れ、一人の羊飼い、この賛美が初めて発表されました。この賛美が私も届かなかった夫の心の深いところに届いて、この他でもない夫は一つの群れに呼ばれたんです。夫の本当の喜びもここにあり、もちろん主の喜びもここにありです。イエス様はそんな夫をぎゅっと抱きしめたかったんでしょうね。この日もう一つの記念になる日でした。それは風の教会の建築のための土地のドアが、道が開けたという発表があったんです。夫の洗礼をこの神様が喜んで、その喜びの表れだとも思いました。よし、いよいよここから神様の本気が
始まるんだ、そう私は確信しました。続いて今度は父の番です。父は3年前、その3年後本部から来たスタッフが挨拶代わりをしたときに祈られて、はいはいという間にトントン拍子で洗礼になりました。あの気難しい父が気が抜けるほど簡単な、あっという間でした。それを見た母はそのまま洗礼を受けました。これで父も穏やかになるかなと思いましたが、相変わらず頑固で厳しく、母は何もなかったかのように般若心経の写経を続けました。夫も聖書を開くわけでもなく、何事も変わらなかったような日々が続きました。でも私の一番のベストの祈りが叶ったんです。もうこの上何が祈れますか。もう私たちは同じ主のテーブルについている、その光景が私には見えていました。だからいつかきっと一緒に主の話を喜びながらしたい、主を一緒に喜びたい、そんな日が早く来ますように、そう祈り続けました。次に愛と悲しみのアレルヤという賛美をしたいんですが、これは神様の愛が切ないほどに迫ってくる賛美です。信じている者にも信じてない者にも変わりなく注がれる神の愛がある、この賛美を共にしたいと思います。主よ悲しみ
慰めに満ちた賛美です。ここで父の写真をお願いします。これは患者さんの手術が終わって部屋で一服している父の写真です。いつも夫と父は二人で手術をしていました。この時父は88歳です。父が汗びっしょりになっているのが分かりますか？注目してほしいのはそれではなく、後ろの本棚です。本棚に十字架があるのが分かりますか？この部屋は別名説教部屋と呼ばれていました。私はしょっちゅう呼ばれて、呼ばれると1時間2時間は戻れません。そこで私はこの本棚の一番下にこの十字架をファブリウスの後ろに隠して置いたんですね。しかしある日スタッフから奥さん王先生がお呼びです。何があったの？十字架が見つかったみたいです。ああそう、私はもう送られるって思いました。そしてはい、これを置いたのは私です。そう言うと父はいいか、こんなものをこんなところに置くもんじゃない、これはちゃんとここに置かなくてはいかんと言って、この一番目立つところに父が置き直したんです。びっくりしました。それも ここにはそれまで父の干支であるネズミがの置物がどんとわしじゃっていうぐらいの存在感で置いてあったんですね。父はそれを自分の手で下ろして風呂敷に包んでさっさと持って帰ってしまいました。この日からネズミに代わって十字架が、父に代わってイエス様がここを守るんだって私は嬉しくなりました。いろんなことがありました。忘年会シーズンになってクリニックのみんなで町の居酒屋に忘年会をしました。40人ぐらいいるんですね。いつもは白衣の天使たちですが、みんなキャピの女の子です。とっても賑やかで盛り上がったところで、奥さん最後の挨拶をお願いしますと言われました。私は気が利いたことは言えないから、もう祈ろうと思いました。そしてみんなの前でこの1年患者さんがちゃんと無事に赤ちゃんを産んで帰って退院してくれたこと、スタッフが健康でずっと元気でいてくれたこと、そしてその家族も守られたこと、イエス様ありがとうございます、あなたのおかげです、感謝しますと言って祈ったんです。そうするとその場がしらーっとして、その時に大きな声でアーメンという声が聞こえて、見たら父が手を挙げてアーメンと言っていたんです。どっと歓声が上がり、みんな拍手をしだしたんです。私は一瞬でこの父とつながったと思いました。夫は隣にいましたが何も言いませんでした。だから父はこのままでいいんです。頑固で厳しくて怖くていいんです。もう神の家族です。忘れられない
のアーメンでした。父は私に、お前はうちに新しい風を運んできた、そう言ってくれていました。どんな風なのかな。そんな父も93歳で心不全で突然天に帰っていきました。最後まで呵責として食事のあと椅子に座ったまま眠るように眠っているかのようでした。でもそこに父がいないのが分かりました。その後相続の争いで裁判になりました。私たちは親族から思いもかけない金額を請求されました。ちゃんと裁判してほしい。しかしそれが思うようにいきませんでした。腹が立ちました。1年過ぎ、2年過ぎ、泥沼になっていきました。裁判所にも私は失望しました。私はもうこの世の武器で戦うことをやめよう、もう神様しかいない、そう決めました。そして私は芦屋に行って教会のスタッフになり、礼拝と賛美に徹しよう、そう思って夫にそう話しました。何を言い出すんだ、まだ裁判も終わってないじゃないか、だから行くの、これが私にできる最大の守りで最大の攻撃なの、もう怒るのはやめよう、ブツブツ言うのもやめよう、あなたは診療に専念して、お互いに自分の仕事に徹しよう、あとは神様に任せたら神様が絶対いいようにしてくれるから、そう言いました。夫は一言、もういい、勝手にしろって言いました。私は初めて勝手にしようと思いました。この私がこの裁判に関わるすべての人、本当は父の家族です。この敵味方のみんなみんなの代表として、私が神様につながらなくて誰がつながるんだ、そして今神様のところに行かなくていつ行くんだ、後々になって、ああ私はどうしてあの時とことんとことん神様にかけなかったんだろう、この後悔だけはしたくないと思いました。後ろに退く道もない、横に行く見える道もない、そんな時前に向かって飛び込むのはそんなに難しいことではありません。迷う余裕がありませんでした。私が62歳、夫が65歳、今までに経験したことのない大きな試練でした。それから私は芦屋、夫は大分、それでも夫は毎月芦屋教会に礼拝に来るようになりました。夫も精神的に追い詰められていたんです。世の中もちょうどコロナが広がり、誰もが先が見えないと感じ始めていました。ピーター先生も夏に倒れられ、生死をさまようほどの道
歩まれました。美津子さんも大怪我をされました。私たち夫婦にも裁判の悪い知らせが矢のように飛んできました。私は先生方が私たちの矢面に立って攻撃を受けられている、そう思えてなりませんでした。私はただただ賛美に守られたという思いがします。嵐の中、賛美のトンネルをひたすら突き抜けていった気がします。すべてが終わったのは黙示録コンサートのピーター先生の勝利宣言です。先生は体調を崩され、もうダメだと思った時に、主の血潮の一滴が先生に注がれ、復活の命を受けて立ち上がられたんです。先生の第一声は、主を褒めよ、すべてのものよ、主を褒めよ、です。そして、主は、虚無は、イエスに飲み込まれた、そう宣言されました。それは九州にいた夫にも届きました。夫はもう戦いはやめる、クリニックも家も全部手放して売って和解金にする、そう決めたんです。これは敗北宣言でした。夫もまた行為の壺を割ったんです。それは夫にとってそれまでの人生が粉々に砕ける一瞬でした。過去も消え去り、未来の予定も崩れ、今があるだけになりました。それまで私たちはこんな許されないことがあってたまるかと思って戦ってきました。怒り続けることがどんなに命を削ることか分かっていても、やめるわけにはいきませんでした。私たちはもし風の教会がなかったら、賛美がなかったら、証の言葉を聞き続けていなかったら、私たちは今もゾンビになって戦いを続けていたと思います。戦い終わって日が暮れて、ああこれで本当に人生が一つ終わったなと思いました。夫は駅前のアパートに移り住んで一人暮らしが始まりました。忙しい院長から暇な一人暮らしです。そんな夫に地元の同級生から、奥さんがいないならうちに食べにおいでとたくさん声がかかりました。その友達を夫はこの風の教会に連れてきたんです。大分からです。よく連れてきたなと思います。夫にはいつの間にか風の教会が連れてきたい場所になっていたんです。いや、夫に残ってるのはここしかなかった。それが風の教会だった。あっぱれです。夫の嬉しい顔が、誇らしい顔が、まるで夫からも主を褒めよ、主を褒めよって聞こえてくるように思いました。ああ、これが主の勝利だったんだ、祈りの答えだったんだ、この喜びは私たちから決して
奪われることはない。神様は優しいです。福岡にいる娘家族がお父さんと一緒に暮らすと言ってくれて、夫は娘のところに行くことになりました。すると息子夫婦も息子家族も隣に引っ越してきました。離れて暮らしていた3つの家族が今寄り添って暮らしています。これあとは夫に仕事が見つかればいいんですけど、これは難しいなと思っていました。するとある精神科の病院から妊娠、出産、育児で困っているお母さんと赤ちゃん、子供を見てくれという声がかかったんです。行ってみるとそこにはたくさんのかわいそうな子供たちがいっぱいいたそうです。私はその病院の名前にしびれました。風と虹の病院。神様、これはあなたの病院ですかと言いたくなりました。夫はいるだけだと言っていますが、そこにいるだけで風の教会から命が流れていっています。すごい仕事をしています。これはまるで床にこぼれた香油が流れて周りに香ばしい香りを放ち包んでいるようです。終わったと思っていた私たちの人生が、新しい人生が待っていました。いや、私たちはよみがえりの命に、その命の人生に生き始めています。新しい命に生きるを賛美して献金の時を持ちたいと思います。主は褒むべきかな。全地よ、我らが主を褒めたたえよう。御座にあります我らの主なる神、
全地を代表してここに心からの感謝をお捧げいたします。アーメン。御言葉をお読みします。フィリピ3章から8節9節です。キリストのゆえに私はすべてを失ったが、それらのものをふんどのように思っている。それは私がキリストを得るためであり、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰の義、すなわち信仰に基づく神からの義を受けて、キリストのうちに自分を見出すようになるためである。私たちも自分たちが気づいたすべてを失って初めて分かりました。本当に大事なものはそれらではなかった。そんなもの棺桶に入れられない。しかしどんな目にあっても私から離れないものがあった。決して奪われないものがあった。それがこの命そのものです。この命の中に主がいてくださったから私は生きてこれたんだって分かりました。危ない一本に一火柱をかいくぐるような時、私は何度ももうダメだと思いました。もう嫌だと叫びました。その都度に注がれる命がある。私ではない天から注がれる命がある。それは他でもないこの賛美から注がれる命があったんです。この命どこから来ているのか、そういうならよみがえりの命からです。よみがえりの命とは、死んでも天に行って生き返ってまた命に生きるという、そんな約束手形ではなく、今ここに来ている肉を持った私たちが痛み悲しみに死ぬほどにその都度注がれる復活の命です。痛いから復活の命注いでくれる。痛み悲しみに死ぬほどに新しい命が注がれる。それにはそれは命であり勢いがあって、しかも力があって、ありありとした実体を持った力です。だから嬉しいんです。この命に生きる喜びを私は本当に初めて知ったと思いました。今この群れは確かにこの時代を背負っています。しかし天からこの命がとうとうと流れてきています。この命はよみがえりの命だから、死にかけたところに命を、乾いたところに命の水を注ぎ続けることができるんです。まことの命を流す数の教会ができて本当によかった。神様は会いに逃げていきなさいと言ってくださっています。逃げてくるなんて普通の教会では使いません。普通は忍耐しなさい、信仰で立ちなさい、そんなふうにみんな思っています。でも神様がこう逃げてきなさいと言われたのは、逃げてくるところがやっとできたからです。逃げてくるところが本当にここに
あるからです。だからやっと逃げてきなさいって神様が言えたんだと思います。乾ききったこの全地に、私はすべての人にこの愛に逃げてきなさいと言いたいです。そして一緒に賛美したいです。今風の教会はここから全地に、そして小さな小さな風の教会は世界中に広がっています。誰でも逃げていくところができました。蘇りの命は全てを新しくすると私は今信じています。全ての人々の人生を新しくする、この命と一つになりますようにと賛美したいと思います。私の愛に逃げてきなさい、愛を私の話すことはこれで全部です。愛の中に逃げてきなさい、本当に逃げてきてよかった、みんなにそう言いたいです。最後に命の輝きのアレルヤを賛美したいと思います。
主なる神様、とうとう天と地が一つにつながり、あなたの命の川がとうとうと流れてくるようになりました。あなたが注いでくださった賛美に守られて、私たちはそれを賛美し運ぶものとなりました。主よ、どうぞ全地にこの賛美が満ちますように、今の時代をあなたの勝利を告げるものと私たちを使ってください。私たちのうちにあるあなたに出会った喜びが、この命の流れの中で再び復活し、新しい人生が日々日々あなたに会って始まりますように、あなたに会って尽きることのない喜びと、あなたに会って絶え間なる絶え間ない賛美の思いが、どうか私たち一同から誰も奪うことがありませんように、いえ、すべての人にこの響きを分かち合う力を、分かち合う喜びを私たちに与えてください。もうすでにあなたがそうしてくださっていることを心から感謝して、主の御名によって祈ります。アーメン。